どうも、力丸です。本日はシグマのレンズ、焦点距離 28mm から 105mm F2.8 のレンズについてお話ししたいと思います。発表されてしばらく経って、海外サイト等出揃ってきた感じがありますんでですね、お話ししてみたいと思います。まずは概要、静止画と動画撮影の面で、ざっと特徴をおさらいしていきたいと思います。まずは解像性能について見てみましょうか。シグマのアートレンズは総じて解像性能は高いんですけれども、やはりこのレンズも高解像ということのようです。見る限りでは α7R シリーズであったり、シグマの FPL みたいなですね、いわゆる6100万画素レベルのカメラ、高解像のカメラでも十分に対応できるといったようなところのようです。一部のハイエンドの、高解像単焦点レンズみたいに、例えば等倍クロップだとか、何倍もの激しいデジタルズームに耐えられるとかほどではないとは思うんですけれどね、ズームレンズとしては、最高性能レベルといったところは間違いないようです。ただ海外のサイトには一部見られたんですけれども、ボケ感ですね、ボケの表現、前ボケとか後ボケについては海外サイト等では微妙であるというふうな表記も見られたので、ちょっと描写、特にボケの表現については好みが分かれるのかなというか、うるさい、ボケがうるさいという表記がよく見られたので、後で作例は見てみたいなと思います。あと焦点距離について、ここが今回のレンズは一番のトピックじゃないかなと思うんですけれども、いわゆる標準レンズ24から70ミリとかだと、もう少し望遠側欲しいっていった経験をされた方多いと思うんですね。結構そういう方は24ミリ105ミリの F4 っていうレンズがよくありますよね。これは、ソニーとか E マウント、L マウント関わらずですね、キヤノンでもニコンでも24mm、105mm の F4 のレンズっていうものはよくありますけれども、ただ F4 では物足りないと、明るさも妥協したくないとなれば F2.8 のこのレンズっていうのは、刺さるんじゃないかなと思うんですね。ただ気をつけないといけないのが手ブレ補正がないことですね。各社だいたい F4 の 24mm、105mm のレンズっていうのは手ブレ補正がついていることが結構多いんですね。最新のボディ内手ブレ補正がついているカメラであれば、 105mm 程度であれば、手ブレ補正に不足を感じることは今時はないとは思うんですけれども、手ブレ補正が弱いボディであったり、手ブレ補正がないボディなんかを使う場合には注意した方がいいんじゃないかなと思います。あと微妙に 24mm からではなくて 28mm からなんですね。これは設計上の限界だったのかなと思わんところもないんですけれども、広角側のですね 24mm と 28mm っていうのは結構画角の見た目の印象の差が大きいんですよね。個人的には僕は 28mm の方が好きなので、僕的には問題ないんですけれども、あれ 28mm は結構狭いなって思われる方多いんじゃないかなと思うんですね。なので作例等を見て、画角の差、28mm であることによる画角の差っていうのは確認されておいた方が、事前に確認されておいた方がいいんじゃないかなと思います。同じ焦点距離のレンズでもですね、メーカーや機種の違いで結構見え方が違ったりします。キャノン、ニコン、シグマ、L マウントであればライカとかですね、ルミクス系とかも含めて、それぞれ例えば同じ 24mm でも結構比べると画角違かったりします。なんで、いずれにしてもですね、画角の差っていうものは確認しておいた方がいいのかなと思います。次は最短撮影距離ですね。僕はここら辺結構重要視するんですけれども、どれだけ、撮りたいものに寄れるか、寄って撮影することができるかっていうことなんですけれども、全焦点距離で40センチまでとなってます。なので一番寄れるのは望遠側、105ミリで40センチまで寄れるっていうところになるんだと思うんですね。これは普段使いとしては結構寄れるなという印象です。個人的には寄れないレンズは問題外だと思っているので、ここら辺はですね、描写等も含めて、近接撮影での描写等も含めて公式サイトで、作例を後でですね、確認してみようかと思います。次はオートフォーカスですね。反応も良い、
極めて正確っていう風な表記がよくされてます。海外サイトもまあモルテを上げて良いという風な表記がされてますんで、まあさすが最新のレンズ、最新のシグマのアートレンズといったところですね。昔結構シグマのレンズってオートフォーカス微妙なことが多かったんですけれども、最近のですね、まあ価格帯が上がってきたからっていうのもあるんでしょうけれども、オートフォーカスにですね問題があることはあんまりないですね。ただまあソニー E マウントで使う際にはですね、幾分かの、制限があるというような表記もされているところ見られたので、まあ、超高性能、まあ、純正レンズとかですね、ソニー E マウントで α7R5 に、純正の GM レンズを使ってるっていう方だとすると、もしかしたら若干の差を感じる方っていうのはいるのかなと思います。僕あたりはそこまでですね違和感を感じるようなことは今までも結構使ってきましたけれども、そういったことがシグマのレンズに感じることはあんまり、まあ、いわゆる AF 性能に不満を感じるというようなことはなかったですね。まあ、これは要注意というところですかね、ソニーユーザーについては。あとはフォーカスブリージング。いわゆるフォーカスを合わせる際に画角が変わってしまう現象なんですね。まあ、そちらについてもほぼ完全に抑えられているというふうに表記がされています。まあ、オートフォーカスの際のモーター音も静か。マイクにモーター音が収録されるというようなことはですね、動画撮影の際には昔のレンズは結構あったんですね。マイクにモーター音が収録されてしまうということはないというような感じですね。ただ、インナーズームではないんですね。ズームすることによって、鏡頭が伸び縮みします。なので、まあ、ジンバルに載せる際等には焦点距離を変えるたんびにバランス調整が必要になる可能性がないこともないっていう感じです。これないとこともないってなぜ言ったかというと、最近の強力なジンバルの中にはですね、鏡頭が伸縮するレンズでも再調整が必要ないぐらいパワフルなものっていうものも結構増えてきたんですよね。なんでまあこれについてはお手持ちのジンバル次第といったところですかね。ただ個人的にはホコリの混入とか考えると、できるだけインナーズームの方がいいんじゃないかなと最近は思っています。今、正面のカメラで使ってる28mm から 45mm、F1.8 のズームレンズ僕使わせていただいてますけれども、まあ、そちらについても、まあ、ちょっと動画向きっていうところもあるんですけれども、非常に、インナーズームというところで重宝しています。ちなみにシグマの第三元レンズの70-200か70-200の F2.8 のレンズもインナーズームですね。まあ、なんで こちらの 28mm から 105mm F2.8 についてはインナーズームができなかったのかなっていうのは不思議に思いますね。結構な金額なんですけどもね、できなかったんでしょうか。まあ性能の割にはですね、1キロ切ってるんです。900何グラムだったかな、900台というところで、まあ、軽いとは思います。性能の割にはかなり軽いなと、軽く仕上げてきたなという印象です。技術的な問題なのか、軽さとかですね、バランスの問題で難しかったのか、先ほど言いましたけれども手ブレ補正がない、インナーズームでもないっていうところはちょっと気になりますね。シグマにしては結構な価格、25万前後ですかね実売。公式サイトだと27万とかそんぐらいですかね、するんで結構な金額ですよね。個人的には大きく重くなっても手ブレ補正やインナーズームが欲しかったなと思うんですけれども、まあ、これは軽さとのトレードオフなのかなと思いますね。値段が高いところが少し気になります。ではまあ公式サイトで早速作例を見ていこうかなと思います。今もう映ってますね。これ、まあ、伸ばした状態ですよね。おそらく 105mm の状態だと思いますけれども、いわゆる鏡頭が伸びた状態になっています。まあ、バランスはね、まあ、今時のミラーレスレンズと合わせてもそんなにね違和感がかる、まあ、これちょっと FPL と比べ FP と、ね、FP に設置してるんでちょっとね長く感じますけれども、まあ α7R5 とかのですね、今時のそこそこの大きさの、ミラーレスカメラに設置したら、まあバランスは悪くはないのかなとは思いますね。さ、撮影サンプルちょっと見ていきましょうか。どんなもんかな。ああ、どうでしょうね。そのプロの方の作例でも結構そのボケ
の表現をわざと載せているものが多いので、まあボケには割と、まあ、自信はあるんじゃないかなと思うんですね。まあここら辺の子供の今右下の写真ありますけれども、ここら辺はね逆光で、いわゆるあのゴーストバスターズですよね、逆光体制をわざと試しているような写真ですけど、まあ悪くないんじゃないかなと思いますね。まあ、まあ少なくともね、大体もうその解像性能ももうめちゃくちゃ高いですし、表現力にまあ過不足がっていうことはそんなにねおそらくないんじゃないかなと思うんですけれどもね、よっぽど設計に無理がですね、ミラーレス設計だから、あの電子補正にね頼って、無理な設計をしているということでなければですね、アートレンズなんてそこら辺の設計は無理はしてないとは思うんですよね。めちゃくちゃちっちゃい、もうめちゃくちゃちっちゃいというわけじゃないですからね。コンテンポラリーラインの、シグマのズームレンズあたりはかなりやっぱりちょっと無理がきてて、まあ、周辺原稿等も含めてなかなか激しかったり、場合によってはですね補正でもちょっと聞きれないような、補正しきれないような、ところが出てきたりすることもあるんですけれども、まあないんじゃないかなって、まあここら辺ですかね。ちょっとボケがうるさいっていうのはそこら辺かもしれないですね。まあ何をもってね、まあ実際使われてたか、使われた方のレビューだとは思うんですよね。ボケがうるさいという表現をされてた方はですね、そこら辺がどこら辺なのかっていうのがちょっとここら辺の作例ではちょっと分かり、そうね、まあ言われてみれば若干なんて言うんでしょうかね、メリハリのないボケの仕方をしてるかなって思わなくもないですかね。どうかな。これあたりはね、このまあなんで S5、 パナソニックの S5M Mark II で撮られてますけれどもね、この右の写真なんかは、まあこれはわざわざね、後ろの滝をわざと意識させるようなボケですもんね。だからまあそのうるさいって言われたらね、まあ一応 F2.8 で一番明るくはして 105mm、 一番ボケる設定ではありますよね。もうちょっととろけるようなボケがいいっていう方も確かにまあ、ありえるかなって感じですね。最短撮影距離を試すような作例、まあここら辺ですかね。84mm、 105mm じゃないですね、 105mm で一番寄ってるような作例はないな。海外サイトにはあったんですよね。結構寄れます。まあこれよりもかなり寄れるような印象だと思って、この右の写真ですねよりはかなり寄ってるようなイメージで思っていただけるといいかなと思いますけど、結構まあ純マクロって言っても過言ではないぐらい結構寄れるなという、写真を見たことがあります。見たことがありますというか昨日だったかな、見ました、海外サイトで。結構良かったですよ。まあまあ解像性能が高いというのもあってね、うん、細かいところまでよく表現がされてて、まあ若干のね、まあ単焦点レンズに比べたら若干の周辺原稿はもうやむなしというところでしょうけれども、まあ割といいかなという印象だったですね。まあ、ボケの海外のサイトで言ってたようなボケがうんぬんとかうるさいっていうのはちょっとまあなんとも、まあ言われてみれば若干やっぱ確かにうるさいかな。これなんかそうですね、この左のやつなんかはちょっとやっぱ、ちょっと表現難しいな。もうちょっとメリハリがつくといいですよね、その対象物と背景とでですね。ボケすぎてるってわけではないんでしょうけども、 F2.8 なんでね、まあそこまで、あ、めちゃくちゃ明るいわけじゃないですかね。単焦点ほど明るいわけではないんですけれども、それでも結構、まあ 105mm だからっていうところもあって、結構ね、なんかメリハリのないボケにはなってるかなっていうのはなんとなく、まあそれも撮り方次第じゃないのって思うんですけどね。まあ気をつけ、ちょっと気をつけたくないといけないのは、最短撮影距離40センチっていうのは広角側も40センチなんでね、広角側で広角マクロみたいな撮り方っていうのは基本的にはできないというようなところは気をつけておかないといけないかなと思いますね。望遠側がまあ一番寄れる印象になるというところはまあ気をつけなきゃいけないかなという感じですよね。まあ L マウントのレンズと考えれば、まあ
選択肢も少ないですからね、 L マウントのレンズは。まあただ、L マウントのレンズというとパナソニックですかね、まあ、パナソニックも結構、いろいろレンズは出してきてますし、それこそライカのレンズあたりもですね、ズームレンズあたりも若干増えてきているところもありますね。まあ L マウントではまだシグマは性能面でも結構優位性があるかなという印象はありますね。ただことソニー E マウントとなるとですね、まあ、最近は純正でも変わり種の焦点距離のズームレンズっていうのは結構出てきてますよね。 G レンズあたりで特に出てきてますよね。その中でまあ隙間を縫いながらシグマが個性を出していくっていうのはまあ大変じゃないかなと確かに思うんですよね。特に今回みたいに標準ズームレンズともなると競争相手もまあ強力、ソニーの純正レンズなんていうとまあ強力ですよ。軽くて性能も高いです。で選択肢も多いですよね。まあ、すでに F2.8 同士の第三元ズームレンズを持っている人の買い替えとなるとなかなか難しいかなという印象も若干思いますが、まあ初めてのズームレンズであったり初めての第三元ズームレンズへのステップアップとしてはまあいい候補なのかなと思うんですよね。シグマならではの抜群の解像性能と、まあカリカリの描写ですよね、いわゆる。ズームレンジの広さ 105mm まであるとか、まあそれなのに F4 じゃなくて F2.8 とある明るさにも妥協してないって考えると、まあ変え難い面はあるんじゃないかなと思います。皆さんどうですか。まあ、僕はね、まあちょっと値段がね気になってますけれども、悪くないレンズじゃないかなと思いますね。